こんにちは、テリアモン助手です。そしてデジモン公式チャンネルを見ていただきありがとうございます。早速だけど、みんなはデジモンのこと大好きだよね。僕ももちろん大好き。僕がデジタルワールドにいた頃はアグモン博士と一緒にデジモンの研究をしてたんだ。だからデジモンには詳しいんだよ。ヒリ、ヒリ、ヒリリリ。みんなは僕がどれだけデジモンに詳しいのか気になるんじゃない？だから今回はデジモンクイズに挑戦します。題してデジモンタイマークイズ。パチ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 。今回はテレビアニメデジモンアドベンチャーからの出題なんだって。デジモンのことを大好きなスタッフさんが20問も作ってくれたんだよ。前半10問、後半10問の各10問ずつなんだって。それぞれ10問中8問正解できたらクリア。回答時間は6秒なんだって。ということで、クリアするといい肉が食べられるんだって。やったーねー。パチパチパチ。ちょっと時間が短いけど間違えるわけにはいかないね。負けられない戦いがここにある。確かにある、絶対にある。ということでみんなも挑戦してみてね。まずは前半分挑戦していきたいと思います。みんなは準備いい？大丈夫そうだね。それではデジモンタイマークイズスタート。格子色のリュックのストラップは何色？こんなニッチなこと聞いてくるの？終わった。伝説のミスリルと同じ高度の毛皮を持つデジモンは誰？選ばれし子供たちの中でグローブをはめていないのはタケルイカル。めっちゃ早い。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、ごめん。あー、ピヨモン、ピヨモン、キープオン。こい。サバクルに2種類になる。おセーブ、タイムフリー、タイセーブ、スカモン、スカモン、ちょっと待って、待って、ちょっとここまで出てたんだけど、ベタモンだから、ベータモンだから、アトラかぶってる、かぶってるもん。待って待って、もう来てる。ゴツモンと、あの渋谷系デジモン、4枚。これ最後？ちょっと待って。最初の2問とか全然、だって読んでたら終わったし、いろいろ終わったということで、みんなはできた？僕はできなかった。それでは結果を発表します。デジモンタイマークイズ正解数はじゃらららららじゃん、5問です。半分はできた。先生は半分できればいいって言ってた。だからクリア。テリアモン助手研究室。それでは問題を振り返っていきたいと思います。コウシロウのリュックのストラップは何色？あのオレンジ色がすごい目立ってるシャツを着てるっていうイメージしかなかったから、緑色。みんなわかった？これでも初歩的な問題なのかもしれない。デジアド店にも行ってちゃんとコウシロウの設定が見たのに。まあ緑色だって。続いて、伝説のミスリルと同じ高度の毛皮を持つデジモンは、ガルラモンってミスリルと同じコードの毛皮って言ったらそうじゃん。ガブモンはいつも恥ずかしがり屋でね、毛皮かぶってるんだよ。だからね、脱いだらね、普通のアグモンさんと一緒ぐらいな感じになるらしいぜ。豆知識な。選ばれし子供たちの中でグローブをはめていないのはタケル光と、あとジョーですね。答えてなかったですね、多分ね。続いて、アグモン、ガブモンの次に成熟期に進化できた。これもうだって順番だから、ピヨモンだよね。これくらいはわかるよ、あの6秒しかなくても。でも突然なんかミスリルとか言われても頭に来ないんだよね。続いて、あー、エンディングテーマもね、めちゃくちゃカラオケで歌ってたからわかる。僕カラオケにも行くんだ。キーポンだね。
アイビスもキポンもいい歌だよ。みんなよく聞いてね。よろしくお願いします。サバ大陸に移動するシーンでおーセーブーだよ歌関係とか演出関係はね、見ていると思い出すような気がします。あとここはすごく印象的なシーンだったしね。挿入歌もいいんだよな、デジモン。続いてスカモンの相棒。スカモンの相棒は誰？あ、注文だ。ネズミちゃんとうんちだ早朝ベダモンとの戦いで初めて完全体に進化する。これカブテリモン、テントモンね。そうだね、完全体に進化するな。進化するホラーテントモン。キラキデジモン、ゴツモンとパンプモン。ホラーできるじゃんできるんだよ本当は。だけど思い出せないんだよ、短いとよ。続いての問題はリリモンの羽は何枚あるか。これ4枚だよね。あーよかった。あーでもすごい難しいような気もするし、簡単だったような気もするけど、全然記憶力がなかったっていう話だね。反省反省反省した。もう終わり、反省終了。テリアモン助手研究室、次は後半部分に挑戦していきたいと思います。どんな問題が出るか楽しみだね。みんなも一緒にやってもらったら嬉しいな。ということで後半戦もみんな大丈夫かな。それではいくよ、デジモンタイマークイズスタート。第1話で太一たちを襲った成熟期のデジモンは、これは覚えてよ、クワガーモン。おもちゃの町の町長、おもちゃの町だからピッコロモン。ゴマモンが初めて進化した時に戦ってる。ゴマちゃん、ゴマちゃん、待って、これはエテモン。猿、猿って言ったらいけないのか。エテモンに封印されていたマシンが、データの人、目が半分しか開いてない人。待って、記憶を消すためにニコリモンを食べさせようとして、待って待って、バンデモンの配下は誰だって、待って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 、これが最初に戦う、最初って誰だ、あれかい、長いやつかい、ピノッキオの天使たち早いで、アポガレーモンが最後に使用した救急、すごいやつくぬ僕はクラギーです。こんなにできないなんて思えなかったけど、やり直しなんかしないんだ。それでは結果を発表します。デジモンタイマークイズ正解中はジャカ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 ジャーン。はい、2問全2問中2問ということにしておこう。 YouTube だからいじれるはずだどんな問題だよって話になっちゃうね。テリアモン助手研究室、一緒に復習していこう。1問目、第1話でタイチたちを襲った成熟期デジモンは怖かったね、クワガーモンだね。これは覚えてた、なんとか。次からもう必死おもちゃの町の町長を務めてるのはあれだ、クマさんだ。モンザイモン。そうだよ、忘れとったべすまん。続いてゴマモンが初めて進化した時に戦ってた相手は誰。水系かい、全然違うじゃん、ユニモン。復習してもう一回見ます。お家に帰って DVD を見ます。続いてこれもね、エテモン、すごい、だって何度もエテモンってやってくるから結構印象的なデジモンだよね。エテモンに封印されていた、これさ覚えてんだよ、顔は覚えてんだよ。マシーンの人でしょ、だからもう書いてあるじゃんマシーンってそう、ナノモンよ。こういう人みんなに伝われないのが悔しい。あ、僕耳動くから、耳でその手を表現できるかもしれない。こういう人なんだよ、そう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 。顔は出てくるんだけど名前出てこなくなるから、みんな気をつけて。そして記憶を消すために、僕も記憶消されてるかもしれないこれ食べたのかもしれない。あー、記
キノコか。なんかピコデビモンね、終始ね、みんなに意地悪してきて。でもピコデビモンも憎めないやつでさ、すまんね。で、東京タワーで戦ったバンデモンの配下、これを絶対思い出せんだけどな。あ、ダメだ、デスメラモンだって。メラモンの怖いやつ。分かってんだよ、もう分かってんだよって言いながら答えられないのがクイズだよね。これ4人出てくるよね。四天王の人たちでしょ。ドラゴンのやつ、メタルシードラモン、これドラゴンのやつじゃん。メタルシードラモンだよ、強かったな。ピノッキモンの手下で必殺技がチェリーボムって言ってたよね。あー、木の人、ジュレイモン。なんかこう必殺技とかさ、かっこいいなと思って記憶あるのにさ、その人が何だったかとか覚えてないんだよな。結構デジモン好きだって言ってんだから、こういう名前を忘れるのは良くない、良くない、良くないぞ。テリアモン助手、はい。アポカリモンが最後にしました。これすごいやつ。あ、グランデスビッグバンって言うんだ。あれグランデスビッグバンってアポカリモン言うてた、言ってたって。ということで、いやー本当は大好きだから全問正解しちゃったね。へへっつってみんなに自慢したかったんだけど、全然できなかった。どうする。うん、じゃあ取り直しだ。でも取り直ししたって僕覚えてないんだよ。だって最後のアポカリモンがやった必殺技もう忘れたし、なんだっけ、すごいやつ、グランデスビッグバン。じゃあもうこれさよならの挨拶にするよ。テリアモン助手研究室、ちょっとこれはリベンジをさせてください。お願いします、もう一回やらせてほしいです。もっと勉強して次は絶対クリアするから。だって振り返ったら分かったもんね。なので僕次は頑張ります、お願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、そしてみんなは何問できたのかコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。明日も笑顔で頑張るぞー。グランデ